話題の知事候補をご紹介をいたします。弁護士福山和人候補です。福山さん、皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました京都府知事候補の弁護士福山和人でございます。私たち応援してくれるように大変賑やかなバックグラウンドミュージックを背景にしてお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さん、4月8日に知事選挙があるということですけども、今日がだからラストサンデーということになるんやけれども、まだ選挙があるということ自体知らあらへん人がようけいてはります。それからこの前太田、中央卸売り場、市場の、魚の仲買人のおっちゃんは、知事なんか誰がやっても一緒やと、まあ、こういうふうに言わはりました。で、僕はちょっと違うんやけどなと思いましたが、でもなぜそのおっちゃんがそういうふうに言うたかというと、今までの知事が何代か変わったけれども、結局誰がやっても自分の生活には何にもええことがなかった、何にも変わりはなかった、そやからもう誰をやらんでも一緒なんやという諦めの気持ちからそういうことを言わはったんやないかというふうに思います。けど皆さん、京都の政治、地方自治というものにとって主人公は一体誰や。これは京都府民が主人公のはずや。主人公である京都府民から誰が、ありがとう、誰が知事をやっても同じやと言われる地方自治、京都府の政治、その時点でもう終わってんのちゃいますか。私は京都府民の皆さんが今何に困っとって、何を求めてはんのか、こういうことをしっかり組み尽くして、京都府民の皆さんの府民による府民のための京都の地方自治を作っていきたいと思います。ありがとうございます。私が本なら、当選したら君は一体何をやってくれんの福山君と、聞かれますので、私は今当選したらこれをすぐやるというすぐやるパッケージという名前でお示しをしています。ちょっとキャッチコピーがなさすぎるというご意見もありますけど、無視して言い続けてるんですけど、1個目、まず子どもさんを育てておられる子育て世代の人らをちゃんと応援せえへんかったら、京都府はもう人口が減り始めてます。そやからありがとう、そやから僕はまず教育、保育、オール無償化、これを掲げてそこに近づけていきたいと思います。まずありがとうございます。手始めに子どもさんの病院代、中学校卒業するまではタダにします。そんなことはもう京都府内のあっちこっちのちっちゃい町ではやってることや。井手町とか加茂町とか、中には18歳までタダにしてるところもある。そうやって行政が子育て世代を必死で応援しようとしてる。せやのに京都府は何や、3歳超えたら医者代ともか。こんなことでは少子高齢化は克服できひんと思います。だから僕は中学卒業するまでタダにする。2つ目、中学校給食をあったかい自校方式、あるいは隣の学校から運んでくる兄弟方式、こういう形で全員式の学校給食を実施をして、そこに京都府が半分お金を出します。京都市が一番やってへん代表伝ですけど、多分京都市の優しい角川市長さんは残り半分持ってくれはるでしょう。だから京都府と京都市が府市協調で中学校給食を無償で実現したいと思います。3つ目、京都は大学の街や。全国から学生さんが京都に勉強しに来てくれます。今日も4月1日なんで、あっちこっちの大学で入学式をやってはる。朝も仏教大学の入学式に行かせていただきました。で、京都が大学の街を売り物にするんやったら、せめて学生さんが経済的事情で学業を断念することのないように応援するのがほんまや。せやけど
競技の奨学金は何ですか。返済させるだけやなくて利息まで取る、そんなもんは奨学金やなくてサラ金でしょう。そんなアホみたいな制度を作ってる国は先進国の中におまへんで、ほんま。だいたいよその国は学費をタダにするか、そうでなかったら奨学金を充実するか、どっちかですわ。そんなもんね、学費がむちゃくちゃ高い。あの僕の出た立命館も僕の頃は20万円やったんや、あの学費がね。今はもう100万超えてますわ。物価の上昇率よりもはるかに学費の上昇率の方が高いよね。こんなに学生をいじめる国にいつの間にこの日本はなってしもたんやと僕は思いますわ。だから僕は国がほんまそういうことちゃんとやらなあかんと思うけども、国がやらへんにやったら京都府がしっかりと学生のみんなが安心して勉強できるように給付制の奨学金を作ります。これが3つ目です。4つ目、高齢者の方がほんまに今大変や。この前も私が担当させてもらってるお年寄りの方、もう長生きしとうない、早死にたい、こういうふうに言わはりました。高齢者の方がお金がかかる、家族に迷惑がかかると言うて早死にたい、こんなことを言わせる政治って一体何なんやと私は思う。せめて国が高齢者の方が安心して生活していけるように負担を軽減していかなあかんと思うけれども、国がそれをせえへんにやったら京都府がやったらええんや。京都府は昔どうやったか、老人医療を全国に先駆けて無料にしたんや。それをこの40年の官僚出身知事さんはただやったんを1割にし、今は2割や。そうやってじわ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 高齢者をいじめてる。介護保険も高いよ。月額2800円やったんが5800円になった。5800円で12ヶ月払ったら皆さん7万円ぐらいになりますやん。7万円も払ったら普通車の保険やったら修理代タダですよ。そやけど介護保険だけはそんだけ払ってんのに、ちょっと1日デイサービス行ってお風呂入れてもうた言うてはお金取られ、2、3日ショートステイ行った言うては別料金取られ、こんなもん20ドルのぼったくりとちゃうんけと言うてはる高齢者の方ようけいてはります。私はまず京都府が少なくとも老人医療の助成制度を2割から1割に下げてありがとう、そして介護保険とかその他の負担もできるだけ負担をかけへんように一生懸命高齢者の方をサポートしていきたいと思います。これが4つ目です。あと5つ目、京都の経済はなんだかんや言うても 99.7% を占めてる中小企業で持ってます。もちろん京セラとか任天堂とかロームとかそういう立派な会社の人たちにもぜひぜひ頑張ってほしいと思うけれども、それだけではダメなんで中小企業をしっかり応援をしていくということをやりたいと思います。そのために全国で広がっている中小企業振興の基本条例、こういうものを作って、今京都府が形だけやってるような応援条例ではなくてほんまに全ての中小企業を応援をする、こういうことをやりたいと思います。そのことと合わせてそこで働いてる労働者の人たちの給料を時給1500円に向けて段階的に引っ張り上げていく、こういう施策をやりたいと思います。皆さんありがとうございます。こんだけやってこんならお前財源どないすんや言われます。これだけやって財源はざっと80億です。80億は出せるか、出せるに決まってますやん。こんなもん京都の1年間の予算は9000何百億ですよ。その9000億以上のお金のわずか 1% にも足らへん金額出えへんはずがないんです。財源はあります。そしたらなんで今までの知事さんはそれをやってこうへんかったんや。お金はある、ほんなら一体何がなかったん。やる気がなかったんちゃいますか。こういう不正をこれ以上続けていってほんまにええのかということが今回問われていると思います。私の相手候補の方は今回の選挙の候補で子育て環境日本一と言わはりました。これは前回の
山田知事の選挙広報と売り二つや。山田知事は4年前の選挙の時に子育て環境ナンバーワン言わはりました。ナンバーワンか日本一かが違うだけで、あとは全部一緒です。せやけども子育て環境ナンバーワンと言うた山田知事がやったことは何や。子どもの医療費を無料にしてくれいうお子さんの持ってる子ども保護者の皆さんの願いをよそに、これを拒否し続け、中学校給食も拒否し続け、給付制の奨学金も作らんと、何が子育て環境日本一や。今度立候補されたもう一人の方は元復興庁の次官です。まだ放射能の値高い福島に子どもも含めて基幹事業を促進しようとした。そして京都府はそれと表裏一体の形で福島から避難してこられた避難者の方に対する無償の住宅提供を打ち切ろうとしています。こういう人たちが子育て環境日本一と語る資格がほんまにあんのか。僕はそのことを問いたいわけです。もう官僚出身の皆さんがお役所言葉で書かれた選挙の公約や政策、こういうものを信用する時代は終わったと思います。政策というものは具体性が命です。単なる抽象的なスローガンでは何にも意味がない。僕はそう思うわ。僕が今回お示ししていることはかなり具体的に書いてます。財源もお示しした。そのことについて特別どこからも何の批判もないので、多分これはできることやということは向こうさんも認めておられるのでしょう。あとは私が知事になるだけです。どうぞ皆さん、これからまだ投票を済ませてない方、今度の知事選挙でこの私弁護士福山和人にちょっと興味を持たれた方は、私の政策をホームページとかフェイスブックとかいっぱいアップしてますんで、ぜひ見てほしい。そして関心持って見てもろて、おなかなかこいつええこと言うとるやんけというふうに思ってもうた方は、ぜひぜひ大きなご支援をお願いしたいと思います。皆さん、今先ほど来お話がありましたけれども、国の政治がほんまにドタバタですわ。あれを見ていて思うこと、政治にとって一番大事なのは何や。政策が優れてることか、実績があることか、そんなもんとちゃうちゃう。僕が言いたいのは、政治にとって一番大事なのは嘘をつかへんことちゃいますか。正直なこととちゃいますか。聞かれたことをごまかさんとちゃんと答えることやないですか。私は本職弁護士なんで、法廷で聞かれたことを答えへんかったらもう依頼者からクビにされますわ。だからもうそういうような政治はあかんと僕は思う。でもこの話をすると、そうやそうやと言って皆さんは拍手喝采をしてくれます。でもそんなことで拍手喝采をせなあかんほど、今の国の政治のレベルは低くなってしもったということの裏返しやないでしょうか。国の政治がそういうレベルやったら、この京都から真っ当な政治を作っていったらええんやないかと僕は思う。そして政治を見るんやったら、みんな京都を学べと言うてもらえるような真っ当な嘘のない政治をみんなでこの京都から作っていこうやないですか。私弁護士の福山和人、京都府知事候補として皆さんと一緒に全力で真っ当な政治を作って、京都府民の皆さんに、あ、よかったなと思ってもらえるような政治を今から4年間の任期の中でやりたいと思います。どうぞ皆さん、大きなご支持ご支援を心よりお願いを申し上げまして、私福山和人からの訴えにさせてもらいます。ありがとうございました。大きに聞いていただいてほんまにありがとうございました。